打ち圧オンライントークショー in 宮崎始まりました。大阪の森崎浩二と PR メンの森崎和之です。よろしくお願いします。今回のオンライントークショーなんですが、当初ですね、1月29日に、クレドで開催予定だったオープニングイベントがですね、コロナの感染拡大のためできませんでしたので、急遽こういったオンライントークショーに至りました。宮崎とですね、広島を結んで、およそ2時間の配信となっておりますので、視聴者の皆さん、ぜひ楽しんでください。チャットにもぜひ書き込んでください。僕たちもよろしくお願いします。クレームはなしでお願いします。まあ、じゃあ、選手ね、呼んでみましょうか、はい。最初の選手はこちらの4人です。どうぞ。あ、まずイヤホンの方をつけてください。皆さん聞こえてますか？聞こえてます。聞こえてるよ。聞こえてます。聞こえてる。聞こえてるよ。聞こえてるよ。先輩がいたから。どうした？向かって、はい、左から、あおちゃんからちょっと簡単な自己紹介お願いします。はい。青山です。頑張ります。お願いします。カブさん、コウジさん、引き出してください。はい、引き出します。はい、緊張します。お願いします。続いて、塩谷選手、お願いします。はい、背番号3番、塩谷司です。よろしくお願いします。今日なんか怒ってる？俺らに。いや、疲れてます。疲れてる。今日試合だったから。やりません。疲れてるのに。やる気出して。はい、頑張ります。お願いします。はい、じゃあ続いてガク。背番号7番の津田ガクトです。よろしくお願いします。なんでそんな反応薄いんですか？なんか受けるちょっとなんか一発芸してもらいたいかな。いや、早いよ、コウジさん。はい。もう28歳。はい、今年いける、いける、結婚したしね、はい、いけるよ。バカなじゃあ続きまして最後にゆうやの方にお願いします。背番号16番浅野ゆうやです。よろしくお願いします。お願いします。一発芸、一発芸。この4人で始まります。オンライントークショーですけど、ただなんかまずは聞きたいことを聞いてくださいよ。聞きたいこと、うん、まずなんかその俺ら見てちょっと違和感みたいな、ない？服装が違いますね、うん、誰の顔もよく見たら違うね。そこあれ入れ替わってるとか。え、なんかコウジさんの着てる服なんなんすか、それ。コウジさん着てる、え、あ、やばい、カズさんか。え、このカズが着てる服何？カズとかおかしいやん。ちょっとカズの服装すごくない？なんなんすか、それ。なんすか、ものすごい派手でしょ。はい、カズさん私服で着ますもんね、そういうの。確かに、ぽいぽい、うん、そういうの着てるイメージです。そのね、いや、この YouTube ライブ終わった後にただ家に帰るだけだからね、この格好で。私服ってこと？特に何もない。私服、私服っすか、それ。私服しますちゃんと僕も着ますから。なんか誰かにさ、なんか突っ込んでほしかったんや。違和感ないもん。そういう企画のあれかと思って。違和感ない。嘘。めちゃくちゃ違和感あるよ。やってきます。すいません。まず、ちょっとみんなに聞きたいのが、はい、熊本キャンプから、で、今日宮崎3日目かな。ここまでの仕上がりというか、まあ、個人としてでもそうですし、まあ、チームとして。の仕上がりをちょっと一言ずつ、青から聞きたいなと思います。はい。はい、個人として、怪我もなく、全メニューをこなせているので、すごく順調です。うん、まあ、仕上がるのはまだ早いと思ってるんで、もちろん開幕、ね、いい状態で入りたいですし、まあ、
開幕よりもっと先っていうか、開幕にマックスじゃなくてね、でもいいぐらいのそういう感覚で、まあ、今とにかく今できることをしっかりやってれば、うん、いい感覚でいけると思ってます。それと、まあ、チームも本当すごく、まあ、新しい選手と、まあ、新しい監督、まあ、まだ来られてないですけど、まあ、今コーチサコイコーチやってくれてますんで、すごく競争があるなっていうところで、いい緊張感を持ってやれてると思います。すごくいい雰囲気です。はい、ありがとうございます。じゃあ続いてちょっと疲れてるしよう、はい、超いい感じですいい感じ、はい、以上です。おい、いやでも短い、いやいやいや、ほんまにまあこんなもんなんかなっていうのもありつつ、まあでも怪我なくやれてるし、いい感じに来てるんじゃないかなっていうのもありつつ、でも僕個人的にはいい感じに来てると思います。個人は、うん、なんか昨年ね復帰した時に比べるとちょっと痩せた？いや体重はあんま変わんないです。本当？はい、顔が疲れてるだけ？顔が疲れてるだけやねなんか痩せたように見えるんだけどね。じゃあ痩せたことにしときましょう。いきましょう、はい、しといてください、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ続いてガク。はい、いやー、まあ、超いい感じですね、本当に。まあ、チームの状態も、すごくいいですし、熊本キャンプの時より、まあ、コンディションもすごく上がってきてるのを実感してますし、まあ、チームとしても本当に雰囲気よくやれてるんで、すごく楽しくキャンプができてるかなっていうふうに思います。ありがとうございます。いや、反応少ないですよ。待って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 、もうちょっとなんか聞いてください。俺も簡単に、あ、今日そういう感じですね、今日は台本あんねん、台本が、あっちには、うん、台本に大丈夫、本当に大丈夫か出してるじゃないですか。カズさん、カズさん、じゃあガチやん。青さんが言ったのはもう全部なんですけどまあ、チームとしても個人としても、まあ、コンディションはいいかなと思います。点も取ってるしね。はい、点も取ってるしね。はい、もう今日も点取ったんで、うん、コンディションはいいです。じゃあいい、はい、まあ、あとチーム全体で、まあ、求め合ったりとか、まあ、雰囲気はいいですね。うん、なんかね、まあ、これもまたみんなに聞きたいんだけど、まあ、今監督いないじゃん、はい、うん、やっぱその影響というかっていうのと、まあ、あとなんかオンラインかなんかで面接というか、こう監督と話したよね。はい、はい、しました。なんかこう印象というか、なんかその2点をちょっと聞きたいなと思うんだけど、青はどんな？監督来られてなくて今練習してますけど、まあ、その分自分たち作んなきゃいけない部分とか、すり合わせるとことか、すごく、うん、みんなでやる意識高くて、もうチームとしてまとまりあるなって、まあ、今、ね、監督来られてなくて、こう周りはネガティブなことを言うかもしれないですけど、まあ、中の自分たちはすごくポジティブな環境だなっていうのはありますね。で、うん、まあ、スキッペさんもすごくオープンな方で、なんかすごい柔らかいなっていうイメージで、全然ね、日本入れなくても全然 OK だよみたいな、もう OK とは言わないけどなんかこう余裕があるなって、その、うん、そういうなんかこう、まあ、俺来たらこうするからみたいな感じの、うん、なんか焦りとかは全くなくて、まあ、そういう、うん、やっぱ器持った雰囲気っていうか、まあ、そういう人間性なんだなって、すごくこう、まあ、早く実際に会ってみたいなって、まあ、指導していただきたいなっていうのは感じましたね。うん、なんかあおちゃんのインスタを確認すると、うん、サコさんの、ね、ああ、練習前の名言シリーズね、うん、あ、気づいてくれました？気づきましたけど、どうですか、サコさんの。いや、もうサコイコーチ、まあね、昨年まで非常にこう、まあ、コーチの中でもこう選手に近い立場の方だったので、非常に
選手のね気持ちって分かってましたし、うん、なんかこう選手目線な感じもすごくするんで、その分、まあ、非常に、まあ、コミュニケーションもすごく取ってくれますし、はい、なんかこう選手が求めているものはすごく分かってるなっていうのを感じますし、うん、すごく積極的にコミュニケーションを取ってくれるんで、悪い印象は全くないですね。まあ厳しいことを本当に言ってくれますし、うん、まあ非常に練習の集中力っていうのがすごく緊張感あって高まってるなっていうのは感じますね。うん、まあメリハリがあるって感じで。そうですね、はい。うん、ありがとうございます。はい、じゃあ、まあ塩は監督いない方がいいんだろうけど。いや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 、ちょっと待ってくださいよ。ちょっと待ってくださいよ、おかしいぞ。どうした？そういうタイプだけど、そういうタイプだけど、どうしよう。何だったっけ、質問。話長すぎて忘れてもうたやん。あ、監督いないけど。監督いないけどやったっけ、はい、監督いないけど。ないけど、はい、なんか違いとか。まあ、もちろんいるに越したことはないけど、まあそこは今いるコーチ陣がうまくやってくれてるなっていうのはすごく感じますし、こう、たるんだりしないように、練習前とかしっかり厳しい言葉をくれたりもしてるので、そのチームの中で監督いないからっていうような雰囲気が今のところ全く出てないのはすごくいいことだと思います。で、まあ話してみて、あおちゃんも言ったけど、すごい優しそう、柔らかそうというか、まあああいう人がもし怒ったら怖いんだろうなっていうような印象を受けました。なので怒らせないようにしっかりやりたいと思います。はい、はい、頑張ってください、はい。じゃあ次ガクお願いします。はい、いやまあ本当にまだ1回そのグループミーティングみたいなので話しただけなんですけど、まあ、めちゃくちゃいい人そうだなっていう印象と、なんか明るくてなんかいつもニコニコしてる印象しか見てないんで、逆に厳しいところをちょっと見てみたいなっていうのは感じますけど、まあでも今の雰囲気とかはすごく、逆に監督がいないからこそなんか閉まってる雰囲気というか空気感がすごいあって、そこが逆にいい雰囲気でやれてるかなっていうのは思いますけど、まあ、とにかく早く来て指導してほしいなっていう気持ちも正直強いです。まあしっかりねこう実際見てはもらいたいっていう思いはねあるよね、やっぱり。そうですね、うん、ありがとうございます。じゃあゆうや。はい、もう全部言ってもらったんですけど、まあその今できることはやれてるかなっていうのはありますし、まあ監督がいない中でも、まあ、充実はできてるかなと思ってます。はい、以上です。まあみんな被るよね。じゃあ続いて、続いて、うん、まあコロナ禍でねなかなか外出たりできないけど、まあ、今そのキャンプ中でなんかその息抜きのなんか方法っていうか、なんかリフレッシュ法みたいなのある？今度じゃあゆうやから行こうか。はい、そんな大きい声で言えないんですけど、あるチョコ食べてます。めちゃくちゃ大きい声で言うやん。チョコだけ食べてますね。やったな、調子いいね、はい、調子いいね、調子いいね、一気な世界に。そうっすね。え、もともとほんまにチョコ好きだ。僕チョコ大好きですね。甘いものは？甘いものはそんな好きじゃない。ケーキとかはあんま食べないんですけど、うん、まあ、チョコは好きです。その今の時期だから言ってるとかじゃない。いやいやいや、そんなことないですよ。アピールとかじゃない。そんなことないですよ、全然じゃない、ね、はい、まだ間に合うと思ってます。1位まで。了解。じゃあ次は、塩ね。なんで飛ばすんですか。どう考えても俺でしょ、順番的に。いやもう、カズさん、ガチな感じ出さないでください。いやでも、ツッコミ早かったっす ね。待ってたっすね、多分。カズさん。まあ僕は、そうっすね。まあよく、一人部屋なんで、
まあ、一人部屋なんで、うん、もう、あんまり人と絡めないじゃないですか。だから、サッカーゲームで、オンラインでやってます。知らない人と戦ってます。あ、選手とじゃなくて、知らない人と。あ、そうそうそう。一般の人と。一般の人とやって、ちょっとそこでストレス発散してます。ほんま？まあ、しっかり楽しんでください。なんでそんなにするんですか？全然動いてないですよ。じゃあ足を運んでいくか。なんだろう、あんま何もしてないんですけど、夜は早く寝てます。え、何時ぐらい？9時。早っ。9時？はい。9時寝て、え、何時起きたい？5時半ぐらい。いやいや、早いよ、おじいちゃんよ。まだ早いよ、そういう年じゃないよ。もうそういう年なんですよ。気づいたら寝てる。はい。気づいたら。疲れてるんですよ。年取った。キャンプ。今も疲れてる。かなり疲れてる。今だって、今日俺初めて試合したんで。ああ、今日初めて。はい。疲れました。お疲れさんです。はい、お疲れさんです。上がっていいんかな。まだ終わっちゃうけど。あ、まだ。じゃあ次は青は なんか僕はマッサージですね。マッサージ、はい。どんなマッサージどんなマッサージか聞きます。どんなマッサージか聞きます。危ない。サンフレッチェ入って28年目のトレーナーの野村さんっていう方の。ああ。もう、毎日やってるよね。毎日。練習前も練習後も。そうそう、1日何回やってる今。多分1日3回やってます。いや。うん、1日1時間半ぐらい野村さんと一緒におるってことやろ。そうそうそう。僕若い頃に、ロッカー、クラブハウス行ったら、カウさん、コウイさんがもう、毎朝、毎朝の野村トレーナーに、マッサージとかされてて、この人はなんでこんなにマッサージするんって、どんだけマッサージするんだ思ってたんですよ。この年になったら絶対必要っす。絶対一番にしてたもんね。絶対一番した。練習終わってすぐ上がって、そう、川さん、小江さん、すぐノブさんとこ行ったもんね。練習前と練習後とね、うん、まあ、やっと分かってくれてよかったよ。ノブさんでしたよね。川さん、小江さんも、まあ、ノブさんも多かったね。そうですね。で、結構キャンプ中って、なんかみんなやっぱりマッサージしたがるから、そうそう、結構競争というか、そうそうそう。いやいや、みんなよりちょっと早く行ってね。みんなカズさん、コウジさんの後にやってたじゃないですか。先には行けないって言って。早かったもんね。うん。カズさん、コウジさん。気使ってくれとったわけね。はい、使いました。やってないよね。やってない、俺は。やってない。やらないタイプ。じゃあ、ね、もうちょっとね、あんまり時間ないからね。早くね。ね、トーク内容で、ね、はい、ちょっとそこに書いてあるでしょ。はい。はい。そこはちょっと選んで、ちょっと答えられそうな、ちょっとトーク、めっちゃいいテーマはちょっと。目標にしていたサンフレッチェの選手。あ、いいね。あ、いいね。あ、そう、いいね、いいよ。欲しがるね、カズさん、ゴイさん。欲しがるね。どっち言う、どっち、お前どっち言う、お前どっちにする、カズにする、コジ、カズ、コジ、どっち、カズ、おい、おい、いや、コジ、俺、コジ、お前、左ケームなんで、俺じゃあ、カズにする。じゃあ、誰か行こうか。ガク、ガクから行こうか。あ、いいんすか、まあ、うん。え、目標にしてた選手っすよね。そうそうそう。あ、もう、コジさんです。うわすごい嫌だわ。って何で嫌だ。間違ってたじゃないですか。いや、早い早い早い、エピソード言わせて。今日はそういう感じですね。えエピソードなんかある？何のエピソードなの？いや、特にないですけど。もうないんかい。ないんかい。ないんかい。いや、別に俺らから選ばんのいいけどさ、なんかほんまに。じゃ次の行こう、次の行こう。次行こう、次よ。次ですか。どんどん、じゃあ。どんどん行こう。今買いたいもの。ああ、いいっすね。なんかマンション買おうかなとかって言ってなかったっけ？学生。あおちゃん。俺？俺は言ってなかったっけ？ゆうやなんか家買おうかなとかって言ってなかったっけ？言ってたよ、はい。広島好きなんで。ほら。いや、いろいろ見に行ったんですけど。お。うん。
え、高いですね、今広島めちゃめちゃ上がってるらしくて、ほんまに見に行ってるやん、ほんまに見に行ってる。いやもうなんか広島来て、もしサッカー引退しても広島に住みたいなって僕思ったんで、広島で家買うのもありかなといろいろ見に行ったんですけど、今はどこに住んでんの？もう言うんかい。お前カメラだったっけ？なんで広島に住みたいなだったっけ？はい、なんで広島に住みたいなって思った？何がいい？なんか広島僕大好きです。なんでかっていうのは、そうなんだ、金っていうのは言えないんですけど、わかる。俺もなんでかっていう理由ないもん。みんな言うよね。でもなんか広島がいいんですよ。だから広島そうそう多いよ。うん、う、皆さん言ってくれますよね。そうです、なんか実家に帰りたいよくもないですね、もう今。落ち着くのかな。いいっすよね、広島っていいっすよね、めちゃくちゃ。何がいいんかって言われたらね。だから何がいいかっつってんの。ああ、そういうことですか。いや、やっぱ住みやすいっす。なんか街の規模感とかちょうどいいじゃないですか。都会すぎず、自然もあって、うん、山もあり、海もあり、海もあり。一番いいのは。一番いいの何？何がいいの一番？人がいい。お、温かい。例えば？どっち行く？次。どっち行く？大事よこれ。これだよ、これ外したらあかんで。どっち？外すかこっち。これは外したらあかんで。どっち？どっち？どっち？コウジさんやっぱりいいっすね。めちゃくちゃ嫌な顔。やばいぞ。やばいよこれは。これやばいよ。そういうやつじゃないですか。これやばい。すいません。これはやばい。やばいね。これトークショー終わったとやばいね。まあいいんだけど、まあ他は他テーマちょっといろいろ。確かにテーマね。他のテーマ。4人でこっちもう任せるよ。バレンタイン行きますか今。バレンタインやね、うん、先生バレンタイン企画もやってもらってるんで、チョコ好きだから買いたいだけ。じゃバレンタインでもらった一番多い数がいきます。ガックめっちゃモテたじゃないですか、どうせ。どうせ一番もらってないでしょ俺。初チョコエピソードで聞きたいですけどね。僕覚えてる。覚えてないよ。覚えてないよ。覚えてないですか。青くんの宮崎キャンプとか、あコテージ泊まってる時の、うん、あめっちゃ送ってくるね。チョコレートの数が一回同じ部屋になったことあるんですけど、やばいっす。台所にチョコだらけで、はいはいはい、違う違う人だけ違うよ、あれはなんかキャンプ中じゃん、あれそうそうそう、かぶっちゃう。でもそれつまみ食いしたの。でも青くんのチョコはあの量はすごいすごいね。あれ俺もテーブルパンパンになってたもんね。実際みんな どんなチョコ好きなの？チョコの種類っていうか。いや僕なんでもいいんですよ。でもいいんですよ。いやちょっとゆうや今数ねちょっとこう増やそうとしとるね。それではい、めちゃくちゃもう何でもいい。下高下高。そうですね、相性が一番ですよね。あ今ねこれね、あの今スーパーチャットもやってるんだけど、りょうさんっていう方はね、新シーズン楽しみですとかね、上堀さんからね、浅野選手ずっと広島にいねとかね、ニケさん、こっち見えない、ありがとうとかね、あのちゃんとこれスーパーチャットだからお金もちゃんといただいてる。ちょっとアピールして、アピールしてみんなで。マジどこ？え？チョコ待ってます。え？チョコ待ってます。チョコ待ってます。チョコ待ってチョコが欲しい。あ、チョコじゃないですか？あ、関係ない。この服どうですか？ああいいね。このワクの T シャツかっこいいね。え、俺の T シャツマジかっこいいですよ、これ。絶対買った方がいいですよ。かっこいいね。まあ、着てる人がちょっと良くない。着てる人が青とか白が着てくれたら良かったんだけど。着てます、着てます。着てるよ。これこれこれ。青が着てた。カズさん、根に持ってますね。こういう感じ。ちっちゃいな。え？ちっちゃい。ちっちゃい。ちっちゃくない。あの皆さん本当にありがとうございます。ちょっとあのもう時間が来ましたんで、ちょっと最後に代表して青ちゃんから、ファミリーの皆さんにメッセージをお願いします。はい、はい、新しいサンフレッチェを支えてください。あの僕たち
どう変化するかすごく楽しみにしてます。あの開幕まであと2週間です。皆さん、6番のユニフォームを着てスタジオまでお待ちしてます。したたかやな。あとチョコレートも待ってます。やばしたたか、ね、頑張ります。ありがとうございました。打ち合わせ打ち合わせ打ち合わせ、ありがとうございました。服マジかっこいいっすよ、皆さん。終わったから知って。カズさんマジすみませんでした。ありがとうございました。ちゃんと謝れ、ちゃんと謝れ。やばいね。カズ、ま、さんのことも好きですよ。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。あの塩だけはすごい疲れてるかもしれない。もういいよ。いいよ、それ。ゆうや。なんかいい雰囲気だね。なんかいいね。うん。なんか、今日ね、練習試合、横浜 F マリノスとやって、3対2、うん。で、勝ったっていうのもあるし、まあ、ユーラもね、ゴール決めてっていうので、うん。まあ、非常にこう、ね、いい、こう、キャンプをね、遅れてるのかなっていう気はするけど、まあ、ちょっと宮崎にね、二次キャンプになったら、どうしてもこう、メンバーがね、うん、こう、分かれてくるじゃん。うん。試合のね、時間がずれる。うんうん、そういう中でもこう、一つになれたなっていうかね。うん。これからだよね。まあ、これからだよね。まあでも、監督がいないからこそのね、なんか青ちゃんに来たりも、まあ、ミリハルつけて、うん、しっかりとね、練習もしっかりと意識から持ってやってるっていうのを聞けたし、実際どう？宮崎キャンプ、俺らが多分2年目かな？入団して2年目からずっと宮崎、二次キャンプが大体。15回ぐらい行ってんだよ。ってるけどね、まあ、宮崎、ね、食事とか、環境は素晴らしかったけど、うん、まあ、キャンプ自体は俺はもう大嫌い。きついよね。しんどいな。ほんときついよね、うん。もうなんか、塩の、すごい気持ちわかるよね。めちゃくちゃきついて疲れてますもん。いや、でも塩を前聞いたときに、うん、キャンプどうって聞いたときには、うん、僕、キャンプ大好きですって言われて、ゆきさんね、わかる、俺も聞いたことある。えと思って、楽、うん、じゃないですかって言われたときは、うん、あんまり引退時やなと思って、あんまり。マジで。キャンプが好きな選手はあんまりないよね、多分。そうだと思うけど、一番来てるの、シーズンの中でも。まあ、一日早いよね、なんか、リブレンする、うん、リブレンがあって、うん、で、もう合間食事と、もうマッサージしてもらうぐらいじゃん。一、うん、日あっという間に終わって、うん、まあ結構、そんなやることないよ。まあね。まあ、でも俺らの時には、まあコロナ禍の前ってことで、うん、あの4人部屋ぐらいだったの、コテージで。うん、でそこでさ、まあ2人でさ、こう、なんかスケジュール表みたいなのもらうじゃんの、マネージャーから。それもらって、なんか一日一日がね、寝る前とかにさ、ちょっとこうバツしていく。あ、これでようやく一日終わったな、みたいなね。やったね、この二人とかね。ねえ。言って。何言ったし。まあ、一生、ね、二人で分かれてるんですよ、ベッドが。二つの部屋でね。二つで。で、だいたい一緒に寝てたら、その、ベッド。まあ、ある時から、ね、なんかもうずっと一緒だったよ、ね、ベッドは。なぜか。めちゃくちゃ綺麗だったよね。あの、ジャージとかさ、練習着とか、あの、ご飯食べ終わったら、夜のご飯食べ終わったら、もう次の日の朝の練習、トレーニングウェアとか全部持って帰ってたじゃん。次の朝のために、朝の練習のために。めちゃくちゃ綺麗に畳むんだよね。俺、その次の日の練習じゃなくて、さらに準備してたからね。午前午後でしょ？2回分と。お前汚かったやん、もう、うわっ。俺も、ぐちゃーっとこうやってて、お前も、なんか、ジャージーとか、練習着、靴下とか、整理してると半端ないよね。すごいよな、ね、でも性格の違い。いや、もうなんかね、うん。チャットでもね、いろいろ、来てますか？来てるよ。来てる。うん。ちょっと、うん、なんか、読み上げて、ちょっと。え？読み上げてみて。どんなのやっぱ、キャンプ疲れてるんですね、みたいな。とかね。なんか、音声が聞き取りにくいとかっていう感じで来てるんですけど、広島サイド。僕らの滑舌の問題ですかね。じゃないですか。もうちょっと声張った方がいいと思う。いやいや、
なんか、音声がちょっと若干、聞き取りづらい。なるほどね。うん。ちょっとね、次の2組目のグループが、もう、スタンバイ OK ということなんで、うん、ちょっとね、早速、呼んでみましょうか。はい。次の選手はこちらの4人です。どうぞ。そうだよね、課題は。もうこれ始まってるんですか。入ります。柴崎軍団入りました。これ柴崎軍団。いや、イヤホンしてないから聞こえないんじゃない。あ、こっちの声が聞こえるのか。あ、聞こえます。4人とも聞こえるかな。聞こえる。いや、聞こえづらいっす、イヤホン。聞こえづらい。いや、マジで聞こえてる。あ、母さん聞こえてます。いや、今コージが喋ってる。あ、すいません、すいません。おい、佐々木、いきなりかよ。いきなりこうボケてきたね。じゃあまずはちょっとね、あの向かって左から、昴生からちょっと簡単に自己紹介を。入らんのやけど。昴生聞こえてる？いや、イヤホン入んないらしいです。あ、入りました。入りました。やる気ある、昴生。やる気ある。入りました。いや、分かった、分かった、分かったよ。自己紹介、自己紹介よ。自己紹介？うん。サンフレッチェ広島30番柴崎光成です。長崎県出身、国見町出身。知ってる知ってる。よろしくお願いします。知ってるよもう。よろしくお願いします。知ってますよもう。じゃあ歌詞お願いします。はい、サンフレッチェ広島背番号18柏です。どうもどうも皆さんこんにちは。ありがたい。次、佐々木選手です。どうぞ。言っちゃダメやから最初に。あ、19番佐々木です。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。じゃあガミお願いします。おっ、ガミです。お願いします。おっ、よっよっ。ガミちょっとやる気ないわ。ちょっと疲れてるね。やる気ないガミは疲れてます。なんかね、ごめんね、お疲れのところ。今日試合だったもんね。ちょっとまあ俺らがなんか MC と言いつつ、まあ、カッシーがいるからカッシーに全部回してやろうかな。やめてくださいよ、ちゃんとやってくださいよ仕事は。そういうカズさんとコウジさん仕事なんですから。やらないですよ俺は。いや絶対やらないですよ本当に。試合疲れてるんですから。やってください。待ってますよ質問。はい、最初の質問はちょっと真面目に、ここまでその熊本キャンプ行って、で今日宮崎3日目かな、ちょっと全員に聞きたいんだけど、仕上がりの方はどうかな。高生さんがね、その仕上がり知ってるんで、高生さん答えますよ。一番知ってるっす、やっぱり。まあ、個人的に言うとね、熊本で肋骨折りまして、今ね、本当に相当痛いんですよ。本当に？はい、折りましたよ。リリースとかなかったよ。リリースないよ。リリースとか出さないっすね。やれちゃうんだ。出さない。はい。やれるんで。大丈夫大丈夫。はい、大丈夫じゃないですよ。大丈夫。どっち？本当痛いから。痛い。はい。でもまあ順調ということで。順調。それ以外は。はい。はい。コウさんだって脇腹今もうちょっとこうやって当たったらもうやめろってなりますからね。触んな。触んなって言いましたからね。わかりました。じゃあカッシーどんな感じ？仕上がりですか？調子いいっすよ。こっちも。調子いい。こっちも、こっちも、バッチリですね。バッチリ。はい。あの、インスタの状態、インスタの状態もいいんで、今。サッカーの状態もいいんですけど、ね、インスタグラム調子もいいんで。インスタ始めたよね。そうそうそう。だから、まだインスタグラム、僕のフォローしない人は、この YouTube 見て、今すぐしてください。お願いします。これ何がきっかけだったの？インスタ。はい。歌詞。インスタをこうやろうと始めたきっかけっていうのは？いや、やっぱり今もう SNS の時代なんで、流行に乗っていこうかなと。だいぶ遅れてますけど、だいぶ遅れてますけど、師匠、野上と佐々木が結構 SNS の師匠なんで、投稿の仕方とか教わってます。これ、構成はしないからね。俺してないですね。しない？はい、しないです。ないよね。はい。知ってる。はい。じゃあ言わないでください。
いや、もう、あの、ショーとガミはもう、聞きません、このことに関しては。はい、いいですね。はい。聞かないですか？聞かない、もう、あの、コンディションいいでしょ、はい、2人も。いや、ガミのコンディション悪いんすよ。ガミのコンディション聞いてください、悪いっすよ、ガミのコンディション。いいでしょ、もう。ショーは状態いいですけど、ガミのコンディション悪いんすよね。お二人安心してますから、はい。あの、現地の方にちょっとね、お題があるでしょ。ナイス。あります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 。あります何か気になることある？何かこう気になる質問というか、答えられそうな質問なんかないですか？ないよ。ない？ねえ。これないわ。ないの？全然気にならない。でなんかねさ、キャンプ中のなんか息抜き方法とか。なんかこうリフレッシュとかってある？ないっすね。構成ある？構成？僕はあれですね、お風呂っすね。風呂？入浴剤入れてお風呂に入ることっすね。見たことないよ。お風呂入ってる。見たことないって言われてるけど。いやいやこの辺ちょっとあの嘘は言わんといて。じゃ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 だってやることないからお風呂入るぐらいしか。入浴剤は自分で持ってってんの？自分で買って、ウォンツで買って、持って行って。ウォンツ具体的やね。入ってますよ。ウォンツね。あ、うん。わかりました。え、カッシーは？そうですね、YouTube っすね。YouTube めちゃめちゃ見るんで、あの、どのコンテンツがどう伸びてきてるのかとか、結構分析してるんで。でもやらないっすね。もうコンテンツとして YouTube ちょっと、あの、ちょっと遅いんで、やるに始めるには。やっぱ数字取るには難しいんで。まあ、喋りうまいですけど、なかなかやっぱ難しいですよね。はい。っていうとこですかね。今なんかこう、ハマってる YouTube チャンネルあんの？いやー、結構いろんなの見るんですけどね。まあ、例えば誰ですか？まあ、ヒカルとかも見ますし、はい。まあ、ひまわりチャンネル、おーちゃんまーちゃん。子供やん。そういう幅広いんですよね。はい。でもさ、インスタもやり始めたからさ、うん、これなんだかんだ YouTube 始めそうやな。いやいや、もう大丈夫っすわ。大丈夫、そこは大丈夫。インスタでいっぱいですね。インスタいっぱい。はい。ありがとうございます。じゃあ、ショーはどんな感じ？僕ですか？うん。ちょっとドラマ見たりしてるかな。あとはやっぱアニメ見てるっす。アニメは？アニメ、今は、今、ジョジョ見てますね。どうする？だいぶ古いですけど。だいぶ古いね。最初から見て、はい。そうですね。あんまりハマってないですけど、一応流してます。ドラマは何見る？ドラマは、なんか特に好きなジャンルとかないですけど、今やってるドラマとかちょこちょこ見始めましたね。ゲックとか見てる？見てないんですよ、カズさん。今は DC しか見てないです。ないっすか？いや、あのゲックさ、まあごめん、俺の話になってごめん、悪いんだけど。はい俺はあんまり普段ドラマ見んのだけど、はい、あの今ゲックのあのミステリーってやつあるじゃん。ゲックってなんすか？ゲック月曜日ゲックって言わん？古いこの言い方。月9じゃないかな。初めてこれはもうゲック。初めていいよ。ゲックでいい。ゲックのはあんまり聞いたことないかな。ね、多分コメント欄荒れてますよ。カズさん、ゲックって何？ちょっとこれはこれ荒れちゃうな。ゲックってゲックはないでしょうってなってると思います。多分俺は…ああ、来た来た、ざっと来たでしょうね。来たよ。あーなんて…え？ゲックみたいな。難しい。でもあれ面白いよ、本当。なんてやつですか？ええ？ゲックゲックゲックなんてやつですか？なんてミステリーという…なんか、なんていうのかな、ミステリーという流れってやつ。全然知らんじゃん。全然知らんじゃん。見てない説ある。見てないでしょ。カズさん見てない説あるわ。嘘はつかないでよ。そうだ。嘘はつかないで。言って言って、こっち待って言って。自分がグループやりづらい。やりづらいじゃん。やりづらい。今先くんだよ。やら悪いわ。で、ガミは、あの、今買いたいものは？いきなり話題じゃん。おー、いいね、いいね。そういうの欲しいっすね。今買いたいものは？買いたいもの。何でもあるんじゃない？ガミはってしょっちゅう言ってますよ。時計買いたい、車買いたいみたいな、すごいっすよ。車買いたいもんね。
そうそう、車結構変えてるよね。車好きなんで、そうですね、変えたいですね。え、何が変えたいんですか。何を変えたい。じゃあここでバシッと言ってこいよ、それ。何を変えたいか。カズさんが乗ってたやつ、ゲレンデ。ゲレンデ。ああ、俺今もうあれだよ、マツダ車じゃん。カズさんに憧れて最初ゲレンデ買いました。ほん、でも、すぐでも手放したよね。そうっすね。なんかいろんなの乗りたいんで。飽き性なんだよね。飽き性なんだ。飽き性か。拾ったことしてます。なんか他にあるお題、なんかこう気になるお題。気になるお題ですか。ないっすね。はい、尾崎さん。佐々木さん、お願いしますよ。おすすめの香水屋ってあるじゃないですか。香水屋、ヘアケア。ヘアケア、うん。誰がハゲてんだよ。うわぁ、すごい、これ。そういう、そういうのじゃなくて、そういうのじゃなくて。そういうことじゃないですか。オイルとかね。そうそうそう。ヘアケアって言ったら、野上なんで、ちょっと。ああ、野上だね、そう。シャンプーとかこうなってるもんね。クリームとか、すごいもんね。もう美容といえば野上、ああ、美容といえば野上、まあ、野上か佐々木だよね。おしゃれといえば野上、うん、高瀬さんもだいぶじゃん。おー、ふんだってふんだってそこふんだってマッチョマッチョしてんな、このグループは。高瀬さんおしゃれだし、ね、待って待って、ショーは何、うん、香水がどうしたの。いや、俺香水、確かに、うん、あのもうここからずっと使いたい香水があるんです。おー、何だけど、廃盤になっちゃって。おー、何、廃盤、その香水がね。だから、サンフレッチがその香水、あとストックがもう2、3本しかないんですよ、うん、そのね、好きな、その香水がね、うん、もう売ってないから、ちょっとその匂いをサンフレッチに調査してもらって、完コピとまではいかないけど、なんか企画でちょっと作ってほしいな。販売するんじゃん、グッズで。もう佐々木翔の香水、そう、対野上の、そう、野上のスキンケア、それでいこう。アピールした方がいいんじゃない、アピール。そうなんですよ。そうだから、ちょっとでも香水とかもどうしたらいいかわかんない。でも本当にあと2本とか使ったらなくなっちゃうんで。どこの香水なの。さよならになっちゃうから。どこの香水、企画でお願いします。どこの、力を貸してください。どこのっすか。どこの。え、ショー、ちなみにその香水はどんな時つけるの。あ、もう、え、あ、そうですね、勝負の時です。え、勝負、え、勝負の時。どんな勝負。勝負の時、そういう勝負。試合前です。はい。試合前。まあでもいつのっすよ。練習終わってもつけてるし、風呂上がってもつけてるし。大丈夫か。佐々木にこう。他は？確かに。他どういう時？こういう時ない。確かに。香水から香水みたいにしたことないよ。したことないね。いつどこで使ってんの。今匂いしてないから勝負じゃないらしいです。これ。全然。今勝負じゃない。はい。これ集中してないです。普通の匂いしたことない。練習前とか。毎回つけてる。全然飯前がつけてるらしいです。飯前勝負らしいです。飯前勝負。飯前。でも今してないんで、今勝負じゃないです。そうでしょ。うん。ここ揉めてるんで、俺が今回しておきます。ここ揉めてるんで。なんかみんなは感じ。ここ後ろで揉めてるんで。え、香水はちなみにつけてない？全く。いや、嫌いなんですよ、俺香水。あ、そうなの。終わっちゃった。香水が臭いの？なんでそれは。誰が臭いの？誰が臭いの？香水嫌いだから誰が臭いの？そんなないよ。ただ嫌いだけ。あ、ただ嫌いなの？はい、香水が臭いんじゃなくて。はい、好きじゃないですので。自然体です。なんか地元自慢をしてくださいっていうお題があるんですけど、なんか地元自慢とかないですか？4人は。広島じゃないもんね、みんな出身は。闇の地元結構自慢できる地元だと思うんで。関東だからね。そう、関東。関東はもう、佐々木はちょっとザマの田舎、山梨なのか、長崎なのか、もう。自慢できないもんね。闇は自慢できない。もう、日本の中心住んでますから。中心部、やっぱ行ってもらわないと。中心部ってでもないんすよ、この山梨でいう桃が美味しいとか、桃が美味しい。バカにしてんのか。逆に何もないんすよ。でもラーメン有名なんで、ラーメンめっちゃあるっすよ。ラーメン、はい、ラーメンか、それ自慢。いや、俺は個人的に好きなんで。ああ、はい、嬉しいですけど、自慢できるとこはないっすね、関東は。あんまり。あるでしょ。
お土産品とかってめっちゃ困りますもん。持ってくもんないから。名物っていうのがね。ひよこでしょ。え？東京ハタサブレでしょ。あのチーム内のムードメーカーは誰とかって書いてあるんですけど、これ誰になるんですか？今シーズンは。いや多分野上です。野上です。野上やってくれますよ今年は。マジで。マジで。ガミが神推しだね。みんな。惜しくないね。ガミがムードメーカーになるんだろう。いやガミって面白いんだよ。いやガミは本当面白いですよ。だからいつも俺は面白いって。これがいける。めっちゃいじってるわ。ガミがタジタジになってるじゃん。恥ずかしがり屋だからね。そう。そう。はいだよね。そうそう。いつもめちゃめちゃおらついてるんだから。いつもの出してほしいよね。そう。いつもなんか欲しいよね。そう。YouTube だからちょっと構えてんだよね。そうそう。あの、もう少しでバレンタインの日が来るじゃないですか。で、そこの企画でやってるんですけど、皆さん、チョコは好きですか？止まった。止まっちゃった、止まっちゃった。チョコ好き？ガミが一番好き。ガミめっちゃ食ってニキビできるんですよ。ガミチョコめっちゃ食うんですよ。で、いや、これは振りとかじゃなくてガチじゃないですよ。これは仕方ないですよ。だって、チョコ食ってめっちゃニキビできてるんですよ。めっちゃニキビ、でっかいニキビできて。なんでできたんっつったら、いや、チョコ食いましたって言ってるね。言ってる言ってる。チョコといえばガミだわ。これ全部ガミになるわ。この今の4人の中で誰が一番もらえそう？まあ、昴生さんじゃないな、確かに。おい、いや、わからんよ。わからんね。いや、わからんよ。それはわからんよ。ランキング上位入ってこないもん。入ってこないもん。下位なんだよね。いつも少ないんだよね。アピールした方がいいんじゃない？それは。チョコ欲しいですみたいな。いや、チョコ嫌いなんだよ、俺。嫌いなんか。全然嫌いなんで、いいですよ、いいですよ。全然いらないです。全部それでいい。なんかバレンタインの思い出とかないの？歌詞とか。いや、ないっすね。ない。ないっすね。ええ、いや、でも、いや、でも、バレンタインの日は、なんか、佐々木っすね、やっぱ。佐々木、バレンタインの思い出すか？うん。思い出です、思い出か。だって、やっぱ一番かっこいいからね。やっぱあれですね、思い出といったらやっぱ小学校の時に俺ちょっと今日チョコもらえるやろってバレンタインの日に行きってクラスに帰る時間なんだけどずっと一人でいた、もらうためにでも誰も届けに来てくれないの。うわ、痛いな。痛いな。そう、痛いな。で、期待してるね。期待してる自分がいるわけね。あるね。めちゃめちゃ欲しかったらしい。いや、それでもバレンタインあるあるでしょ。それ欲しくて。そう。あれではないでしょ。いや、あれでしょ。いや、まだ来ないかなみたいな。そろそろ来るよね。来そうな人はいたん？来そうな人もいなかったかもしれないね。いないのに待ってた。チョコはもらってたよ。本当。うまい。うわ。チョコだけに。チョコチョコ。うまい、ガミ。ガミ、ガミ、拾うね。俺ら分かる。俺分かる。すごい。すごい。すごい。よう拾ったね。素晴らしいね。また渡してるな、じゃ、柴田君だわ。素晴らしい。すごいね。いやね、もらったことないだろうけど、分からんだろうけどね、その気持ちが。なんか言ってる。誰に？俺は拾えなかったね。全然聞こえなかった。こっちで耳悪くてよかった。あっ？あ、なんかね、質問でね、ゴールパフォーマンスありますかって。なんか、うん、なんかやってよ、今年。点取ったら。そうじゃない？俺かい。で、ガミ点取らないんで、ガミはできないですね。そうなんだ。そうだね。ガミはまあいつも星止まりだからね。そうそうそう。いいとこまで一番行くんですけどね。だけどね。はい。じゃあ、翔くんに決めてもらいましょう、今年。じゃあ、翔がね。俺、そろそろ昴生さんのあれ見たいですけど。いや、俺じゃないよ。うつ伏せになって、あの、虫みたいな。それ、ゴキブリじゃん。誰がゴキブリやん。もうええって、もうええからね。あだ名、あだ名ね、あだ名がゴキブリだもん。誰がゴキブリや。やたら言うじゃん。ゴキブリ、ゴキブリって。じゃあ、こうで何する？ゴールパフォーマンス。いや、俺しないっすよ。柏でいいよ、柏。柏にするでしょ、なんか。しないっすよ。絶対しないっすよ。歌詞どんなんかね、ゴールパフォーマンス。歌詞意外としないよね。いや、気持ち優先しちゃって、俺、もう気持ち入っちゃうんすよ。そう、忘れて、もう、あーみたいなのやっちゃうんすよ。あこういうやつやっちゃうんですよ。逆に募集したらいいんじゃないですか。ああ、
こう、そうだね。そう、ガミのね、やつ募集、コメント欄でガミのやつ募集してください。そうですね。あ、ガミのね、ガミのパフォーマンス。決まったらやりますよ、マジで。そうそうそう。ほんと？年に1回か2回か。そう。いや、2年に1回ぐらいじゃないですか。年1来ない。年1来ないですね。リアルな数字やめてもらって。あ、でもね、なんかでも、でもね、チャットでね、はい。ゴキブリパフォって書いてある系じゃん。ああ、もう分かった。やっぱゴキブリのパフォーマンス。まあまあそれはそれでいいよ、ゴキブリはゴキブリで。まあやるやるやる。それはそれは構成ね。うん。あ、弓矢してくださいとか。うん、弓矢ね、最近やってないですね。カッシーのガッツポーズ最高ですとか言って。ありがとうございます。やっぱね、気持ち入ってますからね。何笑ってるんですか、ショーにも含めて。何笑ってるんですか、笑うとこじゃないですよ。いやいやいや、集中して小泉さん。ごめん、もうね、あのね、あの、カンペが出ました。あの、もう時間が来ましたんで、最後にですね、誰か一人、あの、サンフレッチェのファミリーの皆さんにメッセージをお願いしたいんですけど、誰がいいですか？よー、佐々木！よー、佐々木！どうかな？どうかな、これは。最後、佐々木に言ってもらいましょう。佐々木がバシッと締めて、キャプテンで。そう。キャプテン決まってないから、まだ。よっ、尺がないから、バシッと頼むよ。一カメさんにバシッと。終わってやろうか、終わってやろうか、ダメよ。最後にね。え、最後に何を言ったらいいの？最後にメッセージお願いします。今年もぶち熱ー。あ、いいね。いい、素晴らしい。素晴らしい、調子いいね。からの、野上が最後一発締めます。そういうのはいらないらしい、怒ってます。怒ってるね、野上、怒ってます。それは振らない、そういうの。そうそう、違う、そうそうそう、みんな来られると困るから。はい、ありがとう、ありがとうね、ありがとう。終わらせに来た。終わりでちょっとね、ゆっくり遊んでください。次も入場するからね。もう耳痛くね、これ。というところで、ちょっとね、柴崎軍団ね、回すのがこっちが大変なんだよね、困るね。毎回困るっていうか、だいたいカッシーがね、なんかの感じでもう、わちゃわちゃこう、クロストークでまた入ってくるからって言って、ちゃんと答えてくれないよね。ちゃんと答えてくれないし。でね、ポジ、またスーパーチャットでね、神堀さんがね、柴崎軍団面白い。今年は佐々木選手をワールドカップで見たいので期待してますと言ってもらいました。ありがたい。いや、ぜひね、ワールドカップ出てほしいよね。そこもなんだけど、あと、支援していただきまして。いや、ありがとうございます、本当に。結構ね、見てる方も多いのかなと思いますし、ね、スーパーチャットの方にも入っていただいてるんで、まあ嬉しいですね。うん。まあ、でも、柴崎軍団ね、ほんと、仲いいよね。あの4人も。常に一緒にいるからね。一緒に練習中でもそうだし、もうそれ以外でもさ。うん、でも、そんなプライベートは会ってないでしょ。プライベートは会ってないのかな。なので、あんまり聞いたときは、そんなみんなで飯食いに行くとかね。あんましないって言って。練習中か、まあ、その、それ以外、まあ移動中とか、そういう時がまあメインでみたいな感じで。そうだね。まあみんな家族もいるし、まあまあ、プライベートはね、家族と過ごしてるとは思うんだけど、まあ、普段ね、移動だったり、練習場だったりっていうのはね、4人でわちゃわちゃしてるなっていう、常にね、かわいいよね。まあでも、柴崎軍団は今年も健在というか、みんな元気だよ。ね。まあちょっとガミがかわいそうだけどな。ガミはね、一番年下だから、一番いじられるよね。まあまあ、でもね、4人にも今年、ね、もう、ベテランというか経験ある選手たちだから、まあね、チームを引っ張ってもらいたいなと思いますけど、はい。まあ、ここでですね、まあ、選手がね、ちょっと今日登場した、選手たちがこう着ていた、この数の方は、いやつですね。はい。かっこいいよね。これいいね。このナイキの T シャツが、あんま今までブラックってなかったね。色が。まあ、あったんだけど、まあ今年はこう、ね、シンプルにこうエンブレムがバーンと、強いね。ありますし、僕の方はこの、
何人かね、選手来てくれていましたけど、このナイキの、2022年のナイキのジャケット。うん、かっこいいね。かっこいいですよね。でなんかもう普段でも、こう、着れそうな感じで。あ、後ろが、あ、大きいね。このナイキのマークはね。うん、これいいね。なんか素材もいいから。素材もいいし、これもなんかすごいあったかそうで。これいいね。ぜひ皆さん買ってください。お願いします。お願いします。うん、あ、次が、もう準備ができているということで。ました？ちょっとね、呼んでみましょうか。はい。はい。スタンバイ OK ということで。では、次の選手、こちらの4人です。どうぞ。はい。4人が誰ですかね。お。ユース。初心者のこの4人かな。はい。みんな聞こえるかな？イヤホン。聞こえる？聞こえますか？聞こえます。大丈夫ですか？はい。はい。じゃあちょっと画面の左の大迫、はい、佐古からちょっと簡単な自己紹介をお願いします。皆さんこんばんは。皆さんこんばんは。初めて披露します。背番号38番ゴールキーパーの大迫圭介です。はい、いらっしゃい。こんばんは。背番号27番の河村拓夢です。こんばんは。はい、いらっしゃい。背番号44番の瀬場大志です。はい。こんばんは。背番号39番の三沢元です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。これはもうね、ユースの後輩というところで、みんな4人は同期だよね。はい、同期です。うん。みんな仲いいの？実際、4人は。はい。仲いいです。仲いいの？本当に？はい、仲いいです。いいと思ってます。仲いい。誰が一番しっかりしてんの？俺っすかね。いや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 。いや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 。もう、サコか、マコでしょ。いや、僕ではない。いやいやいや。マコは、中の二人はないでしょ。マコはクールぶってるだけですよ。タクムではないのは当たり前だ。なんでやん。タクムは天然なんで。天然じゃない。タクムと大志はないよね、多分。タクムと大志はないですね。なんとなくのイメージだけど。合ってます。その通りです。俺あれよね。センバーじゃなくて大使って呼ばれたいの。大使って呼ばれたいです。呼ばれたい。大使とで三田が誠って呼ぶ。マコ？マコでお願いします。っていう感じで、うん、ファミリーの方にも呼んでもらいたいと。はい。いやでも名前問題結構大きいですよ。うん。大きい。後ろからやっぱ松本大使選手と千葉大使選手いるんで。僕とかやっぱ大使千葉大使はずっと一緒にやってるんで、あんま千葉って呼んだことがないんで、うん、で松本大使くんも僕大使、まあ普段は大使くんですけど、試合中とか大使って言うんで結構困ってますね。二人とも後ろ向くんで大使っつったら、ああそうだね、はい、困ってます。その問題クリアしたの？なんか大使、千葉大使はまあ千葉って呼ばれたくないって言ってたんで、うん、はい、でも僕も大使くんまっちゃんっていうのもちょっとあんまり慣れてないんで、千葉、まあ試合中は千葉って言ってます、うん、はい、まあそこは選手同士で話してください。すいません。どうキャンプは？4人は熊本から宮崎に入ってコンディションの方はどんなかな？ケイスケから。いやでも今日もマリノさんとゲームありましたし、まあそういった試合も少しずつ増えてきているので、うん、まあ、ゲームを通してはい、コンディションは上がってきてます。うん。タクムは？
いやもうやっぱりレベルがすごく高くてめちゃくちゃ楽しいですね。タクムは3年ぶりかい、4年ぶり3年ぶりです。3年ぶりに帰ってみてなんか雰囲気とかどんな変わったかなっていうのとかなんか感じることある？やっぱり年の近い選手が多くなったんで、うん、すごくなんていうんですかね、やりやすいというか、はい、うん、でしかもユースね出身者が増えて、はい、先輩後輩とかあると思うけど、まあやりやすいっちゃやりやすい。はい、すごくやりやすいです。うん、期待してますよ、うん、はい、はい、じゃあ次は大使。次はね、まあ、大使なんだけど、スーパーチャットの方で上堀さんからプロ入り初ゴール今日のゴールおめでとうございますって入ってるんだけど、今日ゴール決めたよね。決めました。まあ、お前ね、どうポジションっていうか、まあ、そのキャンプ通して、まあ、熊本からこう宮崎入ってきて、まあ、ゴールもね今日決めてるし、はい、こうしっかりアピールできてるなっていう感じなのかな、はい、そうですね。J1 初めて J1 と戦ってすごいプレッシャーも速くてすごい上手い人たちばかだったんですけど、やっぱサンフレにも頼もしい選手しかいないのですごいやりやすくて、うん、すごい、まあ、ゴールも決めれてアピールもできているかなと思います。まあすごい自信につながったんじゃない？はい、ね、ね、そうだね。なんかその、まあ、プロの世界でさ、まあ、みんなうまいと思うけど、なんか どこで勝負していきたいなとかってなんか個人的にある？まあ、ここを、うんまあ、やっぱペナルティエリア内でのプレーと、まあ、ゴール付近のプレーですかね。何そんなニヤニヤしよう。いや、悪夢が笑ってくるんで。やっぱりしっかりないところが見えてるね。しっかりしてます。これ今視聴者の皆さん1600人ぐらい見てるからね。結構見てるからねこれ。もうここで多分性格とか普段の感じが多分見え隠れもうね見えちゃうからしっかり。なんかチャットでさ、うん、川村くん顔が大人になったねとかって入ってるけど、まあ、顔はそうなのか分からんけど心はまだ子供のままだよ。いやめちゃくちゃ成長しましたよ。成長した。はい、まあ、じゃあ次はマコ行ってみましょうか。そうね、一番しっかりしてるマコ。一番しっかりしてるね、同級生で。まあ、二次キャンプ入って、まあ、練習でもやっぱゲーム形式の練習が増えたり、まあ、やっぱ実戦に近い練習だったり、まあ、今日も練習試合をやらせてもらったんですけど、まあ、やっぱそういう中でやっぱり J1 のスピード感だったりすごい感じれてるんで、まあ、もっともっと自分も頑張らなきゃいけないなと思いますし、まあ、やっぱりまだまだ足りないなと思います。うん、マコ、なんかチャットの方でたかしさんからの手どうしたんって入ってきたの。どうしたの？ボクシングしすぎです。ボクシングすぎ、スパークリングね。人殴りすぎです。いや、違います。で、喧嘩した？いや、喧嘩してないです。喧嘩してない。はい。仕掛けた。試合中、手ついたときに、こけたときに手ついて、ちょっと痛めたけど、うん、まあ、大したことないんで大丈夫です。うん、みんなの方にも、ちょっとお題がね、こっちにちょっとあると思うんだけど、はい、まあ、そのお題の中で、まあ、自分もね、ちょっとね、一番気になったっていうか、一番よくやってくれたなっていう、ちょっと大使にね、ちょっと質問したいんだけど、はい。実はデジッチの企画の、なんだっけ、企画の、ドッキリはどうだったごめん。ドッキリ？ドッキリしたじゃん、タクト。関連の下。裏話？うん、まあ、裏話というか、まあ、実際、感想というかさ、まあ、ちょっと俺も大使に申し訳なかったなという思いがある中でやってもらったんだけど、はい、仕掛けてしまったんだけど、実際ドッキリ終わってみて、はい、タクトは怖かった。めちゃくちゃ怖かったです。もう、いや、もう、浩二さんから
タクトさんにもう話は言ってるって聞いてたんで、うん、もう大丈夫だろうと思ってこう顎触ったら全然笑わないし全然笑ってないからもうこれおかしいなと思ってで野津田選手がカメラ持ってたんでガックンって助けを求めようとしたんですけどもうそれすらもできないほどの怖さでちょっとやられましたね泣きそうな顔になっちゃうもんね泣きそうでしたえその後の関係ってどうなのタクトとは実際こう縮まった距離感はいや縮まってないです縮まってない縮まってないいや俺も大使にちょっと一言言いたいのがさ、うん、大使とマコってまああんまり俺とはまだ喋ったことないというか会って話したって今回がもう初めてくらいで、まあ会ってもないけどまだ。はい。うん、で、事務所で、会ったの覚えてる？二人。はい。あ、覚えてます。はい。で、マコはすごいね、お願いしますみたいな、すごいいい挨拶をしてくれたんだけど、なんか大使感じ悪かったよね。大使何年目？今年。俺、1年目です。だよね。これガチで切れてるよ、これ。これドッキリじゃない。はい、やばいやばい、これはもうちょっとやめよ、これみんな見てるからやめよ、引きつってるよ、これはやめましょう、これやめよ、人間不信、先輩に怒られないように生きてきたんで、僕、あのいや、本当そうだよ、ね、嫌なんですよね、怒られるのは、いや、そうだよ、いや、怒る方も結構嫌だよ。冗談、冗談、冗談、そこはね、感じ悪かったですか、まあまあまあちょっとねまあお父さんとちょっと面識あるじゃんお父さんと俺面識あってお父さんはすごいもう本当に年が低い方ですごい感じだったんだけどあらもう大使はちょっと違うなっていうか最初あ気づかなかったかなと思ったよ俺のことを気づいてましたなんか違うことで頭がいっぱいだったのかなって思います分かった。もうなんかコメントでね、泣いちゃうって入ってるから、もうやめよう。やめよう。いやいや、まあでも、その後の、そのプレーには影響しないでしょ別に、ドッキリの後は。あ、もう、ガンガンっす。大丈夫？ああ、よかった。もう俺、それ心配してたから、本当に。元気出してよ。次は、怒ってる。次は、コウジさんに。ドッキリなんか仕掛けたりこれ言ったらドッキリじゃないですけどいやいやいやもうそんなこと言ってる時点でまたドッキリ仕掛けますんで勘弁してください次は拓夢とか拓夢にしてくださいいやいやいや見てよちょっといろいろと考えておきますちょっと他にもお題いっぱいあるんだけどちょっと気になるなんかこう質問というかなんかみんなの中で選んでいいからちょっとこの質問にっていうのでもう全然昨今から例えばその質問に対して、どう、たくむとかでもいいし、どう、まこうでもいいし、振ってもいいし。うん。まあ、バレンタインとかでいいんじゃない？あ、そうですね。バレンタインかな。ね。うん。バレンタイン。バレンタイン？学生時代もらった？みんな。タコとかどう？いや、なんか、いや、絶対もらえないでしょ。もらえないでしょ。もらいましたけど、その、なんか青春っぽいもらい方はしなかったです。例えば、靴箱に置いてあるとかはしなかったです。普通に、渡されたぐらいで。ああ。はい。高校の時？高校どうだったかな？いや、覚えてるのは中学校ですね。高校、なかったかも。高校もらってないかも。拓夢は結構中学校の時もらってましたね。いやいや、もらってないよ。拓夢はモテそうだよね。なんか中学校の時7個もらったみたいな。いやいやいや。言っとった7個言ってた言っとった本当に、うん、モテてたなもらった記憶ないんだけど7個はすごいえ大使はいや俺は小学校の時にお家までピンポンって言ってチョコ渡しにマジで女の子は3人ぐらいいましたいいなぁ。すごいなんか今ね。マコは？マコは？自分は、この場を借りて。大学時代とかどう？大学時代とか。大学はもらってないですね。え？もらってないんですけど、
本当に小学校の時の話なんですけど、うん、その自分たちの小学校はなんかバレンタインとかそういうの持ってきちゃダメみたいな、学校にだったね、みたいなルール でこっそり持ってきてくれた女の子がいたんですけど、うん、自分その時そういうの本当ちょっと苦手でなんかそれ受け取らなかったんですよ。受け取れなくて、でそれが先生にバレちゃって、その女の子が持ってきてるのがで募集されて、うん、すごい泣かせちゃったんで、この場を借りて謝りたいです。見てんの？それ名前覚えてんの？名前は、いや名前は覚えてないんですけど、覚えてない、はい、泣かせちゃったんで本当に申し訳ないなって思います。いいな、いい子やね、いい子やな、コメントね、マッコはいい子やな。マッコはいい子やな。いやいや、でもあのみんなそれこそバレンタインのその祖母の企画あるんだけど、はい、あ、はい、何個ぐらいもらいたい、それアピールした方がいいんじゃない？え、アピール、この中に今順位トップ3いるんですか、わかんないですか？トップ3は、まだ、ね、いなかったよ。君たち4人は入ってません。でもまだバレンタインって言ってたっけ？まだ2月だよ。14。じゃあまだ時間ありますもんね。時間あるよね。アピールした方がいいよ。待ってますよ。アピールした方がいいんじゃない？これ。チョコ大好き。チョコ大好きです。ケイスケ、どうでもいいんで、チョコをご覧ください。おい、いっぱい食べる。カカオ多めがいいな。あとね、まあ、ユースの後輩ということでね、目標にしていたサンフレッチェの選手は誰ですか？目標にしてサンフレッチェの選手、うん、ちゃんとまあ空気読んでよ。これでもね、聞いてんだよね、もう。聞いてる？大使だったかな？大使に聞いたかな？大使誰？聞いたかな？大使は誰なの？大使？え、僕は、だったね。あの、森崎浩二選手と、塩崎浩介選手です。いやいやいや、あの違う番組のあのね、見られてる。塩崎浩介って言ったけどね。見られてる。いやいやいや。マコは？自分も浩介さんが憧れの選手です。なんで俺は今の？なんか俺って怖い感じのあのキャラになったのに、なんで俺のことを言わんの？大使も。大丈夫その辺。もういじり出してるやん。その丸は。あ、たくんは。え、僕は佐藤勇人選手ですね。そこを俺って言わんのかい、これは。言わない。そこ。ああ、下りあった。答えんねん。マジで。答えんねん。何や。マジで答えた。そういう流れ。言ってくれたら数がね切れてたのにそれ。すいません、真面目に答えちゃいました。初めに答える真面目やな。タコは？いや、僕でもユース入った時も、うん、林拓人選手だったので、まあ、今でもそうですけど、はい、追いかけてる存在です。なるほどね。拓人、はい、のどこがすごい？確かにタコどこがすごいと思う？どこ？どこどこ？いや、やっぱ、まあ、顎ですね。いや待って、俺初めて言ったよ。見てないよね。見てないよね、タクトさん。見てたらやばいね、これ。明日殺されるかもしれないです。これ明日やばいね。タクトさん、すみません。言わされました。いや、謝罪してる。あとね、ちょっとお題の中で、あの、親との思い出っていうのが、なんかあるみんなの中で、親との、まあ、おかんとの思い出っていうところで、なんかありますか？なんかあるかな。もうどういう順番でもいいんで、うん。あ、でもじゃあ僕あの両親いて母親なんですけど、うん、はいはい。まあこれ言っていいのかわかんないですけど、まあ言いますけど、あの毎年まあ年末年始僕らオフなんで実家帰るじゃないですか。うん。でそしたらもう毎年のように母親がこう年末年始体調崩すんですよ。この31日から1日にかけて毎年、あの、だいたいいつもこう、おばあちゃん家で集まって、親戚とか、で、そこでこう、みんなで一緒に年越ししようって言うんですけど、毎年母がいないんですよ。あの、寝込んでるんですよ。あの、頭痛とか、
で今年っていうかこの2021年から22年でどうなんか最初牡蠣食べようとしてたんですよ。あのでお腹当たるから絶対どうせ体調崩すから食べないでって僕は止めたんですよ。で、はいはい、そしたらまたなんか案の定寝込んだんですよ、うん、そしたら今年は歯が痛いって言い出してでなんかいろいろこう26日あたりからずっとこう歯医者行ったりしてやっぱまあ歯医者もあのずっと休みになるんですけどずっとこう多分通ってたところで特別に開けてもらったりして治療したんですけどなかなか良くなんなくてで年明けて1月のまあ1週目ぐらいで病院行ったらなんか虫歯がなんかこのひどいことになっててでそれで結局歯抜いて骨もちょっと削ったみたいな。で僕らお母さんからずっと昔から歯は大事にしなさいとか歯並びのこととかめっちゃ言われてたんですけどそう言ってた張本人が一番あの虫歯で苦しいんだっていう、なので今年の年末年始は今度何で倒れるかなっていうのはちょっといやいやいや寝込むかなっていうのはちょっと気になります。まあちょっとこう年末年始でね少しこう疲れが出るんだろうね。多分そうだと思いますねえ、はい、そうかそうか。え、たくむはなんかおかんとの思い出は？いやなんか今全く出てこないんですよね。いっぱいあると思うんですけど、うん、全然出てこないの。なんかないか。なんかあるかな。じゃあちょっと今買いたいものとかない？ある？今欲しいもの。あ、逆にだからおかんになんか買ってあげたいなとか思う？いや。なんかでも1年目になんか結構あのプレゼントしたりしたんですよ。あの初給料入ってバッグだったりあとなんか両親 の, あの結婚記念日にご飯連れて行ったりとかしたんで、うん、もう十分っていうところもういいかなと思って冷たいな。もっとやってあげてはい、ここは、はい、じゃあ大使はいいね。じゃあミスマコしてたんですけど大使はいいわ。あ、俺いいっすか。マコ、あ、マコ行きましょう。お父さんでもいいですか。お父さんとの思い出でもいいですか。あ、いいよいいよ全然。まあ、それこそ一時キャンプの水前寺陸上競技場なんですけどそこでサッカーじゃなくて小学校の時に陸上の大会に出てて、でお父さんはなんか若い頃というか学生の頃とか野球やってたらしいんですけどなんか足が速かったらしくてでその時自分たちと一緒にその走ってたらそのアップみたいなので肉離れしたっていうのがすごい今でも覚えてるであのキャンプの時懐かしいなと思いました。なるほどね。そうだよね、熊本出身だから、はい、今回はどうだったの？両親には連絡も取り合ってたりとか。はい、そうですね。お母さんは結構なんかあるたんびに自分の実家で飼ってる犬の写真とかすごい毎ほぼ毎日送られてくるんで、でもそれに返信してもあの返信また返ってこないんで、なんかすごいタイミングで、うん、あの既読無視されるんで会話にはなってないのかなと思うんですけど。ちょっと天然なところあるのかな、お母さん。そうなんですかね、分かんないですけど。もうしょうがない。じゃあもう大使にははい、最後にファミリーの皆さんにちょっとメッセージプラスアルファ一発芸でちょっと締めてもらいましょう。いいですね。いや勘弁してください。これはもう、まあ、ユースのね、用意人間としてユースデーとしてこれもう恒例でしょ、毎年こうやんないといけないみたいな一発芸は。で締めよう。お願いします。お願いします。メッセージはまずちょっとファミリーの皆さんにちょっとメッセージを。はい。まずはお願いします。はい。2月19日エリオンスタジアムにぜひ足を運んで試合見に来てください。この4人で開幕試合に出れるようにこの宮崎キャンプあと少しなんですけど全力でアピールみんなでしたいと思います。応援よろしくお願いします。
願いします。カメラ乗ってますよ。はいはいはい。あ、立ってできます、ここで。じゃあ、いけるいけるいけるこれバンなるかも。バンダメやん、ダメやん、ダメやん、これ嫌やな。じゃあ、大志、じゃあちょっとお題あげようか。はい、あの今年のあのスローガンのブチアツをちょっと絡めて一発芸できますか。おぉ、いきます。アップでお願いします。ブチアツ、ありがとうございました。勉強した。大地さん、参加者。ぜひ、あの、もうちょっと時間あるらしいけ、リベンジでもいいけど、もう一個行く？え、じゃあ、ケイスケ。なんでや、ケイスケお願いします。ケイスケ、なんでや。あ、でも、サコもなんか持ってるって俺、噂で聞いたわ。いや、待って、俺、トッパーかって一回もやったことないですよ。おぉ、ほんとに。まあ、あの、ね、さっきちょっとタクトのね、少しいじりもあったんで、別にタクトバージョンでなんか最後メッセージでもいいんですけど、どっちがいいですかね。タクトさん、失礼します。元気ですか。2022年やりきれ、やりきれ、やりきれ。タクトさんの顎に負けずガンガン前に出て頑張ります。よろしくお願いします。タクトさん、すいません、これやばいわ。はい、それ、お疲れ。ありがとう。殻破ったね、殻破ったよ。顔かいでしょうね。いや、やろかったな、今。タクトね、意外とああ見えてどんどんいじられたいタイプだから、どんどんいじってあげて。いじったことない。大丈夫だから、優しいから。多分ね、ちょっと一人でいじると多分本当大変だと思うから、本当4人でいじってみてね。タクトは何かあったら4人なり求めます。え、何かあったら助け求めます。あ、全然いいよ、全然いいよ。あの、助け求めてもいいけど、それがもしかしたらドッキリになる可能性もあるし。浩二さんとカズさんに言われましたって言います。まずが助けてくれると思うよ。それは助けないからね。あとは。いや、きつい。いや、やばいな。やばいね。あの、まあ、みんなね、あの、時間も来たんで、本当にね、キャンプでお疲れの投稿、本当ありがとうございました。はい。あの、怪我のないように、はい、ね、キャンプ乗り切ってください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。いやあ、の、若いね。若いね。みんなね、本当に。あの、トス大使、ほんまにちょっと、ビビってなかった。いや、もう、やめて。え、ビビってなかった。ビビってだってもうこれ、俺、あれの後さ、結構、クレームというかね、かわいそうとかね、なんか俺がすごい悪者になって、まあ、しょうがないなと思いながら。そうよ。その、俺が、やっぱり、あの、ドッキリ企画で、ドッキリはめちゃったっていうのもあって、その時も、ちょっとかわいそうっていうのがあったから。あったんだ。そうそうそう。それでまたなおかつ、ね、カズがかぶせていったから。いや、ほんと態度悪かった。書いてあるもんだって、相変わらずカズさん、S、うん、悪い双子だな。人数悪いな。違うんですよ、これ。顎はダメ。いじめるの好きですね。いやいや、これいじめじゃなくてね、こう、少しこう、ね、あの、意地悪を入れながら、先輩をいじっていくことで、ね、距離感がこう、ね、実際こう狭まっていくし。あ、俺の時そうだったもんね。そうだったもん、本当に。普通に、あの、まあ、冗談だけど、うん、呼び捨てとかね。うん。普通にして、まあ、それでこう、またね、うん、雰囲気が、というかね。なんか、自分らの若い時なんかな、先輩をいじるとかってまずできんじゃん。怖いですよ。今だったら、実際こう、ドッキリとかも仕掛けさせてもらって、大使がね、タクトをああやっていじるっていうのは、もう考えられないことだから、もう全然ね、ああ、やっぱいい雰囲気だなっていうか、今は優しいっすよね、先輩は。優しいと思うよ。ねえ。だってその、サッカーの時もそうだったよ。
プライベート以外でサッカーの時も怖かったし、うん、でもまあそういう怖い先輩から褒められた時はまたさらに嬉しかったというかね、うん、こう褒められたいじゃないけど、まあね、うん、まあでもパズはねかなり本当そのチャットの方にもあるけど同意するっていうところで、お前もなんかいろいろとね後輩に対してなんかこう一番悪いこう意地悪をしたっていうのはなんかあるでしょ、いろいろプロの中でよくやってたじゃん、なんか後輩に対して。そんな悪いことしてこない。いや、やってて。ないな。ずーっとこうやって髪をね、シャンプーつけて、こう、洗い流そうとしてる上から、シャンプーのね、ポトポトポトってずっと落としてたりとかしてるじゃん。ああいう意地悪なこと。あれは、だけ、まあ、汚れが取れてないから。いや、めちゃめちゃ汚れ取れてる。汚れ取れてないから、ちゃんとこう。いや後輩はずっとこうやって目つぶって洗ってんだから。あ、あるよ。これ誰が怖かったんですかとか。ん？誰が怖かったんですかとか。まあ、当時を振り返ると、上村さん。でも優しかったけど、ね。まあ、そうだね。怖かったけど優しかった。普段はね、すごい優しい方だったけど、やっぱりプレイになるとね、やっぱすごいこう、集中してね。やっぱこう、勝ちたいっていう気持ちが、やっぱり前面に出る方だったから、怖かったよね。うん。なんか、先輩からの無茶ぶりエピソードとか、なんか、逆に。無茶ぶりか。俺らあんまりなくなかった。俺らはね、そうだね。あんまりなんかこう、無茶に振られることはね、いじられるっていうか、まあでも俺はまあ、どっちかというとなんかこう、いじられるタイプだけど、なんか無茶ぶりはないよね。一番もうね、今でも覚えてるけど、うん、みんなで焼肉食べ行って、うん、焼肉屋にね、うん、でなんか鍋かなんかを、熱い熱い鍋、あのぶち熱の、ね、鍋お大きい、えぶち熱のね、まあ、そこかけていたから知らんけどさ、大きいぶち熱ね、大木さん、うん、ベンさん、大きいと久保田さんが、うん、あの二人悪いじゃん。悪いね。で、数来いって言って、何かなと思ったら、うん、ぶち厚の鍋の具を俺に食べさそうとしたんよ。うん。食え。ダチョウ倶楽部だね。そうそうそう。うん、食え、うん。でさ、まあ、食うしかないんだ、先輩に言われたら。うん、で、まあこれ、熱ってやって、熱ってなるわけ。うん、もうわかるじゃん。当たり前。まあ、アホなんだなって思ったの、この二人。なんかなと思いながらも、熱ってなった。姿をめっちゃ喜んだよ、二人は。何が面白いんかなっていう、この先輩、アホやっていうのは覚えてる。確かにね。そういうのはあったね。まあでも。それはもう、言っちゃってるよ、あの二人は。そういうコンビですね。言っちゃってたなと思ったよ。というところで、はい、あの、最後のね、4人がちょっとスタンバイ OK ということなんで、ちょっと読みましょうかね。はい。はい。最後の選手、こちらの4人です。どうぞ。ちょっと緊張するな。いやあれ見たい。本当は画面見たかったな。確かに。あの4人はあのイヤホンつけましたが、あの声聞こえますか？聞こえます。聞こえます。聞こえますか？じゃあ、画面の左から。あの今津選手から少し簡単な自己紹介を背番号とともにお願いします。はい、背番号33番、センターバックです。今津ゆたです。よろしくお願いします。めちゃくちゃ厳しい。ちょっとチャットでね、アラブ人おるみたいな。失礼やアラブ人って。チャットでお前俺じゃないよ。俺じゃない。チャットで来てるから、ね、結構言われるんですよね、そっち系の人って。そうだよね。いや、あ、でもワイルド今津とかも来てるよ。いや、ワイルドっす、ね。今津クソイケメンとかも来てるよ。え、誰っすか、そんなこと言ってくれる人。あれか。いや、まあ、誰かは知らないよ、俺。誰かは知らないけど。ごめん。あ、ヒゲ濃いとかも来たよ。それ悪口っすね。完全に。ヒゲ濃いは悪口じゃないですか。ごめんごめん、ちょっと話がそれてる。次、じゃあ、ハヤト。ハヤト。はい。背番号4番。今年も選手会長の荒木隼人です。今日も楽しくお願いします。はい、よろしくお願いします。いいコメント。
ホエモンとか来てる。すぐスパムしますよ、その人。ほんま覚えててください。これ悪いね、チャット打ってる人。スパムっすよ、ほんと。ないよね。よくないよね、はい。よくないですよ。じゃあ、続きましては、藤井かな。はい。うん。背番号15番、23歳の藤井智也です。いらっしゃいんです。よろしくお願いします。年齢はいらなかったね。なんか来とる、トモヤにも。トモヤは2はないね。ごめん。この後来たら読むわ。わかりました。ありがとうございます。じゃあ、続きまして、春季。今年も背番号24番です。東春季です。よろしくお願いします。はい。お願いします。じゃあ、まあ、まずは、実際こう、まあ、今日もね、試合あったと思うけど、熊本キャンプから、まあ、宮崎に入って、みんなのね、ちょっとコンディション聞きたいなと思うんだけど、実際こう、みんな、どんな感じですか今、コンディションの方は、沼津の方は、まずは。そうっすね、まあ、気持ちは、むちゃくちゃ、高ぶってますが。プレーがまだついてきてないかもしれないです。上げていきたいと思います。顔を作らなくていいよ、それ。ちょ緊張してるんですよね。緊張してるの？緊張してる？緊張してます。実は緊張してます。本当？嘘。だっていきなりアラブ人とか言われてひげ濃いとかコメント来ても緊張しますよ。でもね、アラブ人、まあアラブ人で呼ばせてもらいますが、もう。どっか、なるほどね、まだまだこれからっていうところで、そうですね、ここから上げていきたいですね。はいはいはい、ありがとうございます。じゃあ、ハヤトは、あ、もう仕上がってます。どう、バッチシス仕上がってる。はい、本当、うん、何パーセント。あ、 100% っす。本当に。はい、もう明日開幕でも大丈夫。まあ、もちろんっすよ。いやいや、ハヤトまだちょっと早い。早いっすか。開幕19だからさ。そうです、ね、まだ2週間あるからさ。まあでもそんくらいの気持ちですもん。結構いいのね、じゃあ。なんか、その、まだね、新しい監督、スキッペ監督が来てないけど、多分、こう、いろいろ求められてることとかっていうのは、ある程度はこう頭に入ってると思うけど、なんか自分の中で、今年はこういうプレーしていこうみたいなのある。まあ、より、まあ、積極的に、まあ、ビルドアップに参加していきたいなと思ってます。練習中です。まあ、攻撃面でってことね。はい、そうです。はい、期待してます、うん。はい、ありがとうございます。じゃあ続きまして、トモヤの方にも、チャットの方に、はい、スーパーチャットで、白米さんから、藤井くんにチョコレート。はい。あ、チョコレート代あげますって、スーパーチャットの方に入ってきました。チョコレートじゃなくて、スーパーチャットで。で、チョコレート代をいただいております。でもその金は全部ありがとうございます。お小遣いにします。いやー、すごい。お前のことにはありません。お小遣いにします。ありがとうございます。え、実際、チョコレートは好きなの？チョコレート大好きですね。これ大好き？はい。え、キャンプ中食べてますか？いや、今ちょっと体脂肪落としたいんで、お菓子やめてます。え？体脂肪高い。高い。体脂肪。ちょっと多いですね。食べてるじゃん。はい。そんな、意外。じゃあ、体脂肪落としたらもっとスピード活かせるんじゃないの？そうだと信じてますし、じゃあ冬、たくさん実家の方、地元の方で山登りしたんですけど、それでもちょっと体脂肪溜まってたんで、ちょっとね、食生活改善したいなと思ってます。山登りしたら落ちると思った？あ、思ってました。結構食べたの？その気にせず。いや、だいぶ考えたつもりでした。はい、え、今実際こうコンディションの方は、まあ、体脂肪のことも気になってるんだろうけど、仕上がりの方はどう？半々って感じ。どういうこと？なんか、50%ぐらい？ 50% ぐらいですね。なんかだいぶ走ったりはしてるんで、試合中とか含めて。そういうところの体のは動くんですけど。まだちょっと頭が僕は逆に追いついてないみたいなとか。そうだね。はい、早田とはちょっとおまがきだね、これ。ちょっとごめん、またあれ入ったんだけど、うん、サップルめっちゃおもろいの入ってきて、
荒木選手の髪の毛で雨宿りしていて。わあ、なかなか。すぐスパムしなあかんね。報告するよね。髪が切ってるね。これ絶対しないとか、早くなんてしたことないよ。とりあえずその送った人の名前教えてください。まずでスパムします。報告言います。悪い人がいますって言われ。悪いわ。雨宿りか。いじめですけど。しかも今映り方がもう頭しか映ってないから、ね、撮ってる人誰っすか、ね、撮ってる人誰悪い人いますよ、カメラもしか映ってないすごいね、まあ、どんどん面白いメッセージ入ってるけど、あの春季は春季は春季はええんじゃないの、まあいいか、春季はいいわ、ごめん、春季はいいわ、内容ないだろ、内容はないね、うん、しゃべりたい、春季、まあ、なんかしゃべりたい、なんでその綺麗いやいや綺麗じゃないっすよ、 綺麗じゃないっすよ、じゃあ春季にはなんか今そこボードあるでしょ、左側かな、ボードかなんかない、質問、なんかお題がね、お題が入ってるけど、それなんか好きなの選んでちょっと喋ってよ、そのそれにとってバレンタインのエピソード、これおーいいね、おーいいね、バレンタインね、第2のじゃあエピソードでいきましょう。うん。なんかありますか、エピソードは。僕は印象に残ってるのは、小学校の頃に、まあ、片思いされてた子がいまして、されてた。まあ、その人が、まあ、家は遠いんですけど、なんか僕の家の近くうろうろしてたんですよ。ちょっとなんか怪しいなと思って、まあ気にはしなくて、まあ、僕出かけてたりしてんでしたんで、まあ、帰ってポスト見てみると、まあ、チョコレートが入ってたんですよね、うん、まあ、それで告白のバレンタインデートになったんですけど、まあ、振っちゃって、うん、まあその女の子はちょっと悲しい、はい、日になったっていう、次いいですか、次行ってみましょう。やっぱりちょっと内容なかったかな。ああ、ちょっと。そんな選ばんといてください。よくなかったね。よくなかったね。こんなエピソードよくなかった。なんか他になんかみんなで この質問ちょっと気になるなとかっていうのがあれば。お前選んでいいよ、じゃあ。藤井選手お願いします。藤井さん、出てないやつの方がいいですかね。ね、何が出てる？なんか今買いたいものとかある？何今？ソファー買いたいです、新しく。リアルで。おお。はい。買い替え。なんかアピールしたらなんかもしかしたらプレゼント届くかも。ソファー。ソファー取れたら逆に怖いですわ。おお。聞いちゃいますわ。確かに。気使いますわ。住所知らない関係は。あ、でも住所。優勝知ればいいか、うん、結構大きめのソファーが欲しいってこと？いや、ちょっと大きいでちっちゃくしたいなと思って、あと色を変えたくて、部屋の、なるほどね、はい、他の3人は何か欲しいものっていうか、今買いたいなと思うの何かある？いや、春季には聞かんけど、今津くんに聞きましょう。買いたいものっすか、まあますね、うん、買いたいもの、うん、欲しいもの欲しいもの、今あんまり正直ちょっと物欲はないんですけど、やばいです、うん、全然ちょっと話変わっちゃうかもしれないですけど、欲しいものというよりは今親知らずを抜きたくて抜いてほしいです親知らずを。それはシーズンオフに抜かんといけんやつなんでね。そうなんすよね。これ今抜けないでしょ。そうなんですよ。それで余計そのタイミングとかいろいろ失って、まあ本当欲しいというよりは抜いてほしいものが今親知らずです。欲しい。うまい。うまい。うまいね。うまくない。厳しい。ごめん。それはうまいな。そっかそっか。ともやとかはどう？なんか欲しいものっていうか、まあ、買いたいものっていうか欲しいものっていうか。あの、なんもないの？一人暮らし始めるんですよ。
はいはいはい、もう少ししたら、うん、あのベッドの横に置くなんかおしゃれなライトが欲しいです。しょうもなしょうもなえどんなイメージが分かんない。え、なんですか、ああいうこうやってつけるやつあるじゃないですか、こう立ってて、うん、ここ傘みたいなのかぶって、ランプみたいな、ランプみたいなやつです。おお、それはなんで欲しいの。え、なんで欲しいんか、雰囲気、雰囲気、ベッドのとこでしょ。あ、そうですそうです。なんかホテル行った時とか、なんか理由があるんですか、それは。ホテル行った時とか遠征で、それなんか一個そのおしゃれだなと思う要因なんで、そんだけです、すいません。なんかホテルのそんなおしゃれじゃない気がするけど。おしゃれやったらアロマキャンドルじゃない、おしゃれやったら。ああ、ね、そっちどっちか、ね、そういうのでもいい、うんうん、そういうのもライトがね、そうそうそう、ライトがちょっとおしゃれなやつ、ね、ライトるな。あのね、コメントが来てまして、うん、コメントしょうもなっていう。でしょうね。でしょうね。いや、もう本当に、ね、コメントやばいな。結構厳しいな、コメント。コメント厳しくない？厳しいよ、厳しいよ。特にこの4人、厳しいです。なんでやろ、なんでやろ。春季は？なんか欲しいものはない今。僕は大きいテレビが欲しいです。大きいテレビ。大きいテレビ。大きいの。あの、まあ、一人暮らしも去年から始めたんですけど、うん、寮のやつをそのまま持ってきたんで、うん、まあ、すごいなんか大きさの部屋の大きさとテレビの大きさの比率がちょっと合えなくて、はい、欲しいっす。お願いしてないのカズさん、その顔。純喜さ、あの、欲しいっす。テレビ大きいの欲しいって言うけど、あの去年さ、その一人暮らしした時に冷蔵庫のサイズが合わなかったっていう話も聞いてたけど、テレビのサイズもしっかり合わせてよ、それは完璧に。まあ小さいのだとやっぱ、まあ、大きいのよりやっぱ入るんで家に。はい、それは OK です。入るけどね、入りました。はい、サイズ感合わせてくださいよ。わかりました、ちゃんと測って、はい、買います。どこで買うの、ちゃんと。どこの電化製品で、電化製品屋で買うの。いや、もちろんエディオンさんです。ですよね、エディオンさんです。違うところで買わないでくださいよ。もちろんですよ、頼みますよ。カズさん、お願いします。カズが後輩に対しての質問が厳しいもんね。すごい厳しいんだけど。でもね、本当チャットのね、メッセージをね、今津に対してが多いんよね、ほんまに。え、期待してますとかね。嬉しいっすね。期待って、相当期待されているからさ、まあ今年本当ね、監督が変わってまだ来てないけどさ、来れてないけど、またこう一からのスタートだからさ、ぜひ、まあみんなにももちろん期待してるけど、ぜひぜひ。もうファンからのメッセージ多いから。うん。いや、嬉しいですね。なんかパフォーマンス、うん、パフォーマンス見たいって書いてある。俺パフォーマンスちょっとみんなで考えてるから。確かに。もしよかったら、今、ゴール決まった手で。これ、ほんますか？いや、今出すか。もし、今これやったらいいですか？ゴールパフォーマンス。今やるのか、最後締めでやるのか、どっちかって選んでもらって。いや、締めはちょっと荷が重いんで、今ちょっとじゃあ。え、今の方がいいか。これもう立っていいんすか。あ、出ていいよ、出ていいよ。うん、これ外して、はいはい、映ってます？じゃあ僕は振りましょうか。ゴール来ました。振りましょうか。ヘディング。はいはい、ゴール。滑ってる。これやけど。いいよ。いいよ。俺、この中で一番好きな人なんだけど、どんな今のはどういう意味ですか、今のは。このなんかこう何か見てる感じの。いや、これなんかあの毎回毎回結構聞かれること多いんですけど、あのたまたま甲府時代に点取った時に、そうだよね、うん、あの前も話したことあったんですけど、その時浦和との試合で、うん、こう珍しくってか、はいはい、会場がもうめっちゃお客さん入ってたんですよ。うんうん、でいっぱいの会場で決めちゃったもんだから、はいはい、テンション上がってレッツのサポーターとかの方に、うん、おい見てるかっつって煽ったらそういう意味か。ほんならもう恐ろしかったっすね、その後。なるほどね、はい、いや、メンタル強いね、メンタル強いね、相手チームのサポーターにということで。あの時1年目だったんで、ちょっと勢いあったかもしれないです。
なるほどね。はい。ということは、じゃあ、エリオンスタジアムでゴール決めたときには、ね、たくさんお客さん入ってれば、そういうこともやってくれると。いや、そうですね。需要があるなら、やりたいですね。たくさん入らないとやんないってことだもんね、このパフォーマンス。まあ、そりゃ、そうですね。たくさん入んないとやれないですよね。どうすか、小林さん。ね、それは入んないと多分ね、やってくれないと思うんでね、ちょっと視聴者の皆さんに。お願いします。ね、してもらいたいですよね、特にね。はい。うん、なんかね、また言わずにね、メッセージ来てね、なんか、油田探してるとかね。はい。油田。誰がアラブや。やかましいわ。これ、アラブイメージしてこれやってるんじゃないんですよ、俺。全然。この4人、この組、すごいいじられてるね。愛されてるよ。いやファミリーの方に。ちょ、汗かいてきました、こんね。ちょっとさ、まあ、ゴールパフォーマンス、ね、今津だけに、またかわいそうだけど、まあ、隼人とかどうなの？あ、隼人。うん。ナイス、僕。どんなんだっけ？まあ、鬼じゃないけどさ、俺らも。やってとは言わんけど、なんか、今年はこういうふうな、点決めた後、こういうふうな、とかって。あるんですよ、実はやりたいの。何でも、取っておきたいです。あ、取っておきたい。あるのあるってことね。本当に、一個ないな。去年からずっとあんね、一個だけやりたいの。でも、忘れちゃうんです、いつも。ああ、じゃあ、そういうタイプっていうことで、じゃあ、それは、ゴール取った後って、交互期待、交互期待。ね。やりたいのあるんです。なるほど。しょうもないですけど。やってね。はい、絶対やります。トモヤはでももらってとかやりそうないよね。いや、まあ、いや今やれと言ってるわけだよ。ワッキーさんが、まあ、点取ったらなんかこう、あ、確かに僕ワッキーさんが、うん、やってくださったんですよ、ゴールパフォーマンスを、教えてくださったというか作ってくれたんで、うん、それやるやりたいなと思います、今年こそは。はい、そうかそうか、それをね、じゃあやってもらって、ゴール決めて、うん、ね。はい、まあ、春季はまあいいか、もう、じゃなくて。春季はね、まあ、俺も思いつかないんで、まあ、外すからね。はい。春季は外すからね。厳しい。外すから考えなくてもいいと。まあ、ちゃんと。一応考えとこう。一応ある、なんか。ないんすけど、シュート練習はします。ない。しっかり、はい。いや、なんか作っとこうや。これはだけもう、春季ないってことでも、それこそ、ファンサポーターの方に考えてもらいましょうか。ああ、そうですね。いいですね。パフォーマンスね。それ考えてもらいたいです。考えてもらいたいのと、もしないんだったら、もう弓矢よね、弓矢。ああ、弓矢、まあ、弓矢はやっぱ、やりたいですね。コーナーフラッグのところで。コーナーフラッグで？はい。冷たい。ファンサポーターの、いや、コーナーフラッグ、サポーターの方だよ。そうのコーナーフラッグで、ああめっちゃ冷たかったんですよ。ああ、俺は分かったけど、カズさんは分からなかったらしいけど、カズさんも、俺ちょっと理解力ないからさ、すいません、ごめん、はい、なんかすいません、ちょっとじゃあ他のお題いきましょう。じゃあ、ちょっと他になんかこれちょっとこう答えられそうだなみたいなのはないですか？なんかこう、今、ハマっている YouTube チャンネルとかあるの？ある。あります。ありますね、それは。何？どうぞ。何ですか、いますね。俺、あんま、特に言ってはないな。なんかない？俺、サワヤンゲームズっていうマリオカートの実況者、ずっともう、かれこれ2年弱ぐらい見てますね。毎日。へぇー。毎日知ってる？俺知らないのかな？そうなの。それ何がこう、うん、面白いっていうか、こう楽しくてっていうか。マリオカート自体が僕好きなんですけど、それを見てて、うん、なんかその面白いんですよ、本当に。見ないと触んないですね。ちょっとじゃあそれはちょっと見てみたいなと思いましたけど。え、春季とか智也は？あ、僕は、うん、庄屋男三兄弟っていうね、
全然知らない。家族、家族の日常を撮った YouTube チャンネルあるんですけど、あそういうなんか僕家族のほっこりしたというか家族系の YouTuber めっちゃ見てます。子供とか。へ、ほっこりしたいんだ。ほっこりしたいですね。はい、今なんかイメージアップさせるためにちょっと言ってるじゃないですか。え、もうこういうチャンネルはたくさん知ってるんで、ぜひ聞いてください。冷た。俊樹は？僕はキングコング梶原さんと、あと赤井サックさんと、遠藤正蔵さんと、ライオンキング、ゴルフやん全部。ライオンキングさんでしたっけ。ライオン、大西ライオン、大西ライオン、ライオンキング、間違えました、ライオン、大西ライオンさんと、あと東袋さんの YouTube っす。テレビ見んじゃん。いや、テレビはしゃべくり7だけっすね。いや、テレビいらんやん。はい、いらなかったです。何やん、はい、買うって言ってたから、まあ、あればいいなっていう。まあまあ、ね、はい、テレビにもまあ、それはもちろん YouTube はね、つなげられるから見れるのは見れるんだけどね、うん、なるほどね。なんか今ハマってる芸人さんとかは？芸人さん、うん、パーティーちゃん、パーリーちゃんだっけ、パーリーちゃん、なんかこの前 年始かな、あの面白そう出てた、あのパーティーちゃんっていう、あの3人組のなんとかなんだぜとかって、なんかやってる人がちょっと面白いなっていつも見てます。あ、だからここから来そうな感じ。だからもう結構今最近テレビでよく出てますよ。多分、はい、なるほどね。結構そのホテルとかで、まあ今多分コロナ禍の中だから、まあ一人部屋だよね、みんな。YouTube とかも見たりとか、どういう過ごし方してるの？あれとか。僕は本読んだり、YouTube 見たり、あとゲームしてますね、基本的には。うん。今ずは？僕はなんかまあ、動画適当に漁ったり、ぼーっとしたり、うん、そんな面白いようなことはしてないですね、聞いて。ひげはもうずっと伸ばすの、それ？いや、これも別にあの、その伸ばしてるっていうか、まあ、放置してるっていう認識の方が強いですから。それ何日ぐらいでそのひげになるの？もう1日ぐらい？いや、もう1日はやばいわ。いや、1日はちょっとさすがにないですけど、でもほんまに剃るじゃないですか、朝とか。うん、まあちょっとしたらもう生えてますよね、こう。綺麗な状態ではなくなってますよね、昼ぐらいには。朝綺麗に剃って、はい、夜を迎える、夜寝る前にはその今の濃さになってる。ここまではいかないですけど、まあ、まあほんまでも冗談抜きで昼ぐらいにはもう生えてます、朝剃って。めっちゃドアップで映ってる。めちゃくちゃドアップで映されてるけどね、今。いや、ほんまにこれ結構入ると思うよ。マジで放置したら。すごい羨ましいっすよ。いや、でも、この間誰だっけな、森氏かな。今津くん絶対脱毛行ったのがいいですよって言われたんですよ。結構ショックでした。いやいや、多分それがもう今、脱毛とか行かない方がいいと思うよ。すかね。うん、そのままの方が多分いいと思う。いいね、いいね、ダンディーで。ちょっとなんかみんな爽やか系なんで、うん、どうなんですかね。俺も爽やか系になりたいんですけどね。なれるなら。いやいやいや、もう絶対そのダンディーで行った方が。だってそれこそね、丸山桂里奈さんも言ってたじゃん。ああ、なんか野生味がっていう話でしたよね。そう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 。ちょっとね、どうなんですかね。荒ぶつぎの人いますかね。はいはい、でも今津選手のヒゲスタイルはかっこいいですよとかって入ってるよ。やっぱ、ね、似合う人ってなかなかいないですよ、だってヒゲ。あとね、あと質問来てる。あの、今津さん、ガソリン価格なんとかなりませんか。超高いからね。超高いけど。いや、俺もどうにかできるならしたいんですけどね。ガソリン大喜利。いや、マジ来てるから。もう絶対俺がガソスタやったらその人、あの、お客さんになってもらいますからね。広島でガソスタやろうかな。あ、だってあの上堀さんからスーパーチャットで、今津選手こんなに面白いとは知らんかった。ま
まあ面白いのか面白いこと言われてるのかちょっと分かんないですけど、果たして俺が面白いんかってとこは。いや面白いね。出てほしいね。うん。まあ、というところでね、ちょっとあのお時間の方が来ましたんで、最後にですね、選手会長の荒木隼人選手からサンフレッチェファミリーの皆さんにメッセージを、はい、お願いします。皆さん忙しい中最後まで見てくださってありがとうございました。今シーズンのまあ19日の開幕に向けて、ここからどんどんコンディションを上げていって、いきたいと思いますので、皆さんも開幕を楽しみに待っててください。当日はぶち熱な試合をしたいと思います。応援の方よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。いいですよね。ありがとうね、みんなキャンプで疲れてる中、はい、ありがとうございます。一緒に、ね、参加していただいてありがとうございます。本当に怪我のないようにキャンプをね、最後。最後までね、怪我のないように頑張ってください。はい。はい、頑張ります。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。というところで、最後、ね、最後の国終わりましたけど、かなりね、今津が良かったね。今津がかなりね、ちょっとチャットの方でも賑わして遅れましたし。今日の MVP じゃない？MVP、うん、そうだね。全部持ってってくれましたよ。ねえ。まあでもね、本当に、こう、ちょっとこう、ファン、サポーターの方と、ちょっとこう、リアルになかなかね、今、ね、コロナが感染拡大してしまってるところでね、ちょっとこう、リアルに会うことはできないんで、まあこういう形でね、今日トークショー、オンライントークショー、やりましたけどね、視聴者のね、皆さんにも、まあ楽しんでいただけたんじゃないかなと。思いますけどね、母さん、やってみて、どうだった？まあなんか、どの選手に聞いても、うん、まあすごい順調にキャンプをくれてるのかなっていうのと、うん、チームの雰囲気もね、うん、なんかすごい良さそうな感じが、こう、したので、うん、まあ本当、スキッペ監督はいつ来れるか分かんないですけど、うん、まあそういう時こそ、まあ選手同士でしっかりまとまって、うんうん、まあ、ぜひ開幕戦、まあ、たくさんのファミリーの方々の中で、勝利してほしいなと、うん、まあ、期待したいなと思いました。うんうん、まあ、本当、約もう2週間かな、うん、がないのでね、うん、まあ、ぜひともこう怪我のないようにコンディションを整えてね、まあ、一丸となって乗り切ってほしいですね。うん、結構、コメントでも楽しかったですとか。うん、二人もリモートで難しいなとか、お疲れ様でしたとか、うん。うん。なんかそういう、すごい、ポジティブな意見が多いので、うん、まあ最初に本当クレームなしでっていうのは、言っといてよかったな。まあ一番言われたのは、ツイッター上げた時にこの服に対して、派手、うん、派手やな、みたいな。そう。それは派手でしょ。で、だってもう、ねえ、この、オンライン読書終わった後は、もう家に帰るだけですよ。家に帰るだけです。行くとこないです。でもこのユニオンも本当に着やすくない？なんか、今年。これはすごい着やすいね。本当にこう、いいね。いや、すごいこう、生地も伸びるし、なんか着やすいっていうかね。うん。なんか服の上からもこう着やすいっていうのはストレスなくね、多分こう、着れると思うんでね。まあ、特にまだ開幕戦なんかは、多分、おそらく寒いですよね。まあ寒いよね。うん。ずっと寒いんで。まあぜひね、この、新ユニフォームですかね。うん。ぜひ、こう、購入していただきたいなというところで。このユニフォームも、2月のね、19日の開幕戦のスタジアムでの販売と、それから、V ポイントで、販売も、開幕戦でスタートするということなんで。まあ、ぜひね、たくさんの方に、購入していただいて、スタジアムで来ていただいて、スタジアムをね、紫に染めていただきたいなと思いますね。まあ、嬉しいもんね、選手、うん、自分の番号を着て、そうそうそう。ね、スタジアム歩いてる、ね、お客さん見たり、うん、ね、中でも、自分のね、背番号を着てくれてる人だったらめっちゃ嬉しいもんね、うん。めちゃくちゃ嬉しいと思います。はい。じゃあ、うん、もうすぐ終わるので、小池さん最後締めてください。
はい、まあ、開幕戦の話もしましたけど、まあ、19日ですかね、約2週間後ですね、何時から、2時からキックオフなんですけど、まあ、いよいよ、ね、こう開幕というところで、まあ、皆さんもね、今シーズンも、ぶち熱く戦う選手たちをね、ぶち熱い声援で、届けてほしいなと、後押ししていただきたいなと思います。はい、今日は本当に、皆さんね、ご視聴ありがとうございました。またやります。ありがとうございます。